はい、着きました。思ったよりちょっと早着いたんで、熊高をまあ1時間2時間ぐらい、まあちょっと粘ろうかなと思います。はい、はい、おはようございます。はい、遠征撮影、まあ、本番の1日目ですね。はい、昨日はちょっとまあ前夜祭的な感じだったんで、まあまあちょろっとは出てくれたんですけど、はい、今日はちょっと本番で、今日から雪がね、ええ感じで、まあ、降ってくれたんで、ちょっと雪景色と、まあ、熊高ですね、はい、を今日は狙いたいなと思います。はい、はい、ぼちぼち3時間ぐらい経つんですけどね、ちょっとまだ出てこないですね、まだが。はい、それにちょっとな、雪が結構ちょっと降ってるんで、ちょっとそのせいもあってかね、抜けが結構悪いんで、ちょっと見つけてないだけかも、見つけれてないだけなんかも分からんすね。はい、ちょっとね、昼ぐらいまではちょっと粘りたいなと思うんですけどね。はい、ちょっと頑張ります。はい、すげえ雪2日目です。はい。昨日はね、遠くの方に、泊まってたぐらいで、もうほんまに800メートル1キロ先ちゃうかっていうぐらい遠い、泊まりだけやったんで、ちょっと取れてないんで、はい。今日もちょっと熊高をやってみようと思います。はい。それでは頑張っていきます。ブーツに雪入ってきた。よいしょ。よいしょ。よいしょ。膝まで入ってるわ、雪が。昨日より積もってるやん。いいな。いやいや、いやいや、飛んでる、熊高飛んでる、いや飛んでるわ。
寝た。泣いてる泣いてる。泣いてるわ。バカやな。バカが。いきなりゾンビが。バカらしい。おはようございます。3日目です。はい。ただ今日は、ちょっと午前中だけになるんで、昼からちょっと、まあ大阪の方帰るんで、はい、午前中だけなんで、皆さんご存知の、
おばあちゃんですね、山本山のおばあちゃんを、はい、狙いに行きました。はい、ちょっと最近ね、ヨウさん大きい獲物を取ってるみたいなんで、ちょっと出が心配なんですけど、はい、ちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、はい、ということで、行ってきました。はい。今回、まあ、行ってきたのは、まあ、毎年ね、結構、まあ、年末年始に、まあ、遠征行くんですけど、まあ、最近ちょっとコロナで、まあ、緊急事態宣言等があったんで、なかなかちょっと行けずにいたんですけど、まあ、今年はまあ、そんなんもないということやったんで、まあ、遠征の方は行ってきたんですけど、雪景色の、まあ、熊高を、まあ、取りに来たくて、まあ、猛禽ですね。まあ、雪景色の猛禽で、まあ、なおかつ、まあ、雪景色での熊高を、まあ、取りに行きたくて、まあ、雪がちょうど、まあまあ、積もってるということやったんで、はい、行ってきました。はい。で、まあ、一日目はね、ちょっと残念なことに、まあ、ほぼ、坊主ですね。まあ、坊主ですね。はい。全然ちょっと、ほんまにめちゃくちゃ遠いとこに、まあ、ポンっておったぐらいやったんで、ほんまにちょっともう写真に撮っても何が写ってるかわからんぐらいのレベルですね。はい。二日目がまあ良くて、まあ良くてっていうか、まあまあ動いてくれたっていう感じがあって、まあ泊まりもんも、まあ飛びもんも、まあどっちも一応、まあ撮りました。ただまあ比較的ちょっと、これもまあ遠目の写真が多いんで、まあ雪景色をバックに撮りたいっていう、まあ思いがあったんで、まあ引きの写真でもまあいいかなっていうのが、まあ本音として正直ありまして、まあ、まあそんなアップでなくても、まあ引きでこう雪景色とこう熊高っていうのが分かればいいかなっていう感じですね。はい。なんで、まあ、二日目も、まあ、距離が、まあ、近くて200メートルぐらい。はい。なんで、まあ、近くてね、200メーターなんで、全然近ないですよね。そうそう。全然ちょっと近ないんで、まあ、それぐらいの距離感で、まあ、一番近い距離っていう、まあ、状態やったんで、まあまあ、もともとね、そんなになんていうんですかね、むちゃくちゃ近くで撮れるような鳥でもないんで、
はい。まあ一応雪景色の中での熊田川がまあ取れたんで、まあ今回目標は達成できたかなという感じですね。まあ3日目は午前中だけ、まあちょっとまあ昼からちょっとね、帰る予定にしてたんで、まあ午前中だけちょっと大橋の方、まあ狙いには行ってきたんですけど、これもまた距離遠くてね、しかもね、まあ連日ちょっとね、大きめの、まあ、餌を食べてたっていうことだったんで、まあ、獲物をね、取って、まあ、大きい系のちょっとブラックバスを食べてたっていうことだったんで、ちょっとね、お腹いっぱいなんかなって思ったんですけど、やっぱりちょっと飛んでくれなくて、餌取りに、飛ぶんですけど、普通は朝。まあ、餌取りにバーンってこう飛ばずに、結局まあお昼までずーっと同じ木の枝に、まあおったんで、まあ、取ってね、食べてたらそんなこともまあまあ多々あるんで、ひょっとしたら朝一、まあまあ現地着くまでに、人がいないうちに、まあ取って食べたのか、ちょっとわからないですけどね。それかまあ連日、まあ洋さん食べてるんで、まあ今日はちょっと、午前中はまあお腹いっぱいやったっていうことなのか、ひょっとしたらまあ僕が帰った後にね、お昼過ぎかもしくは夕方には、まあ取りに行くとは思うんですけど、はい、もうちょっとそれは仕方ないかなと。でね、天気もめちゃくちゃいいんで、もう、ピーカンもピーカンなんでね、もう妖艶っていうんですか、かげろうっていうんですか、もうもやもやがすごくて、もうね、距離もやっぱ遠いんで、もう撮っても全然改造せえへん。レベルの写真しか、まあ、撮らへんかったんで、だからまあまあ余計にちょっとまあ、時間の問題もあったんですけど、まあそんなもあって、まあ3日目はそれで終了かな、っていう感じですね。はい。まあちょっとね、3日間通して、撮れ高はね、正直そんなに良くはなかったんですけど、ただ目標のね、そんなやっぱ雪景色での熊高が撮れたんで、これはちょっと大きいかなと、思いますね。はい。で、1日目はね、まあちょっともっぺん一日目の話するんですけど、一日目ね、結構天気が悪かったんで、もう三日目と全然違うくて、吹雪倒しててね、全然こう鳥が確認できひんぐらいのレベルだったんで、だから特に一日目は厳しかったですね。はい。まあ一応まあそんな感じで、まあ今年一発目にしては、まあ目標達成というかまあ目標にしてた写真が撮れたんで、はい。まあ、写真がね、うまいか下手かは別にして、自分が撮りたいなと、まあ、思って想像してた、まあ、雪景色が撮れたんで。はい。まあ、それでよかったかなと思いますね。はい。で、まあ、大橋はもし、チャンスがあったらまた行きたいんですけど、まあ、大橋行くんやったら熊高行くかなとか、いろんなことをこう、まあ、想像してしまうんですけど、まあ、気が向いたら、まあ、大橋の方も、まあ、行ってみたいなと思います。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今回はこの辺で、終わりたいと思います。はい。それでは、お疲れ様でした。雪がきつい。寒い。見て見て。いた。ちょっと待って。靴に雪入ったんやけど。